皆さんこんにちは、金子秀樹です。坂井亮太です。今日は金子こうダブルスで浮いてきたボール、まあ、平行陣作る、またはサーブ&ボレーなんて時にこう相手の浮いてきたボールをきちんと決める方法っていうのを今日はお聞きしたいなと思うんですけど、はい、もうこれはまあもうダブルスでもあるあるなパターンだよね。でミスしてしまうのもあるある、うん、で当然決めないといけないショット、はい、うん、なのでここではもう打つところを決めちゃう。で今日のテーマとしてもう前衛にアタック、もうこれを決めとく、まあ、どうしてもローカルルールで言うと、はい、あまり狙えないよね。そうですね、うん、まあ、狙えっていうのはもちろんボディを狙えっていうわけではありません。これは前衛の方に向けて打てる。どうしてもそれを避けて躊躇して打っちゃったり、逆に思いっきり打とうとしてアウトしてしまったり、ガラが入ってネットしてしまったりな。だったら最初からもう浮いてきたボールは前衛に打ちますっていうふうに決めとけば、コミットすればミスの確率も減る、で決まる確率も高くなる。そのために前衛にアタックというふうに決めといてください。今日はじゃあその前衛にアタックするための、まあ、ポイント、その辺をちょっと教えていただきます。了解しました。はい、では行きましょう。では今からサーブを打ってボレーを打ちます。ボレーはターゲットを置いてそのあたりを打つようにしてください。そこに打つことを慣れておくことですね。対戦相手、まあ前衛の方がそこに立ってると想定して、そのあたりを打つようにしてください。もちろんですね、ルール上、まあローカルルールですね、あまりこの体に狙うことは良くないので、相手の狙うところがなかったら相手の足元、まあそうでなければその近辺ですねを打てるように。ただそればかり気にして躊躇してしまうとミスにもつながるので、あまりそれだけにも当てちゃいけないとか、そういうことにもこだわらないようにしてください。まあ、意図的でなく、まあ、下半身より下であれば、まあ、当たったとしても打つとこないので、まあ、しょうがない、勝負の中なのでしょうがないというふうにします。で余裕があるならばその近辺に決めれるようにしてください。何よりも躊躇はしてはいけないということです。オレンジのターゲットが対戦相手だとします。まずシャドウで行ってみましょうか。シャドウなので、では坂井コーチに前衛にまず立ってもらいます。で僕がシャドウでサーブを打って、はい、前に来てスプリットステップ、はい、リターン浮いてきた、もうここから狙います。で当然、まあ、大体のプレイヤーはもう今ぐらい迫ってきたら前衛の方は下がりますよね。なのでよりスペースがここに生まれるので、まあ、一番気をつけたいのはパカーンというアウト、もしくは長いボレーをしてしまうと手を出せるようになってしまうので、できたら相手の前でボレーをさせたい、でミスヒットを誘いたい、決められなくてもそのように持っていきたいと思います。もう一回シャドウでいきます。サーブ、スプリットステップ、チャンスボールで決めれるようにしてください。でサーブからの流れとして、もちろんスプリットステップはしますが、もうある程度、あ、ボールが浮いてくるというふうに予測はしてるので、スピード、体のスピード止まらないようにしてください。坂井コーチにボールを出してきまいります。ではまずサーブを打ってリターンを前衛に打っていきたいと思います。まずサーブはシャドウでボールを出してまいりましょう。打った、スプリットステップ、はい、浮いてきた。で前に入るようにします。でサーブ&ボレー慣れてる方はできるだけ立つ場所ですね、前に入るようにしてください。入る、スプリットステップ、前に入る、もう完全にチャンスボールだと思ってください。いいサーブ、相手の足元、今のだと相手の足ですよね。ではやってはいけないこと、でパチンとアウトしてしまう、まあ、これ多分皆さんよくするミスだと思うんですけど、まずスイングが大きくなってしまう。で相手前にいるのを気にしすぎて力が入ってしまって、あ、打たないと、でネットをしてしまう。これも気をつけないといけないですね。さらにもうハイボレーでなくなってしまっていること、これも気をつけてください。打ってボール来た、止まっちゃう。これもわざわざ自分のボレーを難しくしてしまうので気をつける必要があります。では正しい方法ですね。さあ前入って、一気に前に入る、もうこの勢いだけでも対戦相手は体が後ろの方に行くのでさらに決めやすくなります。
もうこれで十分ですね。というふうにいきましょう。あと起こり得るシチュエーションとして、ボレーの突き球の時相手を走らせて、ではファーストボレーセカンドボレーできたシチュエーションにしましょう。はい、1球酒井コーチに返します。2球目走らせますので、まあそれ大体相手のバランスを崩した時ですね、予測をしておきます。はい、これバランス崩したら前に決めるよ。なんかはまあスイングしてるので、まあ、ロブも警戒しないといけないんですけど、例えばスライスでこう返そうとした時など浮いてくる可能性高いですよね。バックでも焦らず相手の足元に決める。こういういいボールいった時予測しておくことで前衛に決まる。まああれぐらい相手が外出たら真ん中でももちろん構いません。では実戦の中でいってみます。まずは落とさないことですね、ファーストボレーを。こういうボール必ず来ます。ナイスショット。では酒井コーチ、もう少し相手にアタックするイメージを与えましょう。アウトサイドインでもう少しスイングしましょうか。もうアウトサイドから入っちゃっていいです。はい、ナイスショット。では酒井コーチ、もっと浮いた浅いボール出すので爆発力を見せてください。はい、で相手がもう本当に後ろ下がるぐらいの爆発力。はい、ここからアクセレイ、 OK、 ナイスショット。やっぱあれやられると脅威ですよね。リターン側からしても浮かせられないというふうに思います。はいはい、以上になります。今日はダブルスのサーブからのチャンスボール、ハイボレーをどこに打つか、前衛にアタックするという動画の内容になります。うん、こういうシチュエーションやっぱり結構ありますね。うん、でその時にどうしてもその躊躇してしまって打つところがちょっと定まらずにミスにつながってしまうとか、これもやっぱり決めといた方がいいってことですかね。うん、そうですね、まあ、ダブルスってでもそういうその戦い方じゃないかなっていう、どれだけ迷わないか、まあシングルも変わらないかっていうのが大切で、まあ特に例えばミックスダブルスとかやる方など、はい、結構女性を狙わないという方もいるんですけど、僕はもう勝負なので、うん、逆にそれってパートナーに失礼になってしまうので、うん、やはりそういうショットが来てもたとえ女性でもやはり狙う、まあその狙う場所っていうのは当然この危険が及ばない場所に打たないといけないんですけど、うん、変に遠慮してしまうからやはりミスをしてしまう、はい、うん、なので、うん、ちゃんと決めるというのを、全員に打つというのをこう決めて、はい、で余裕があるときはいないところ、もう余裕ないときはすいませんっつって足元に打つと、うんうん、まあ、このもう決めるということがすごい重要だと思います。はいはい、皆さんのチャンスボールはどのようにして決めるでしょうか。コメントお待ちしております。では皆さん、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ナイスアップ。